こんにちは。こんにちは。つきてびつきパパです。つきママです。つきです。よろしくお願いします。今回は、ザラの冬のセールでそれぞれセール商品購入してきたので、購入品紹介してみんなで着用してみたいと思います。まずつきママの購入品がこちらです。パネルミディワンピースです。価格が5990円が3990円になってました。サイズが L サイズで、カラーはブラックです。素材はコットン 100% になります。またいつもと同じようなのを。しかも、なんか春夏物よね。そうなんですよ。なんかね、秋冬今着るのも欲しいんですけど、なんかあんまりね、もうなかったんですよ、すでに。なんで、このワンピース、春夏に着れそうなワンピース見つけたので購入しました、もうほんとね、おなじみのいつものやつですね。このフレアがかったね。そうです。ロングワンピースで、コットンのこの張りのある、はい、このね、いつもと違うところがね、この首元なんですけど、ちょっとこうボトルネックみたいになってるんですよ、首がこう締まってるタイプ。いつもは結構ね、 V ネックとかこう空きがあるやつを購入することが多いんですけど、これ可愛いでしょ。ちょっとこうクラシックな感じで、で袖はこういう風にもう思いっきりパフスリーブになっていて、半袖ですね。多分これが着た時にボリュームが出て、多分可愛いシルエットになるんじゃないかなと個人的には思ってます。一応ミディ丈になるんですよね。私が着たらもちろんロング丈になるんですけど、前がちょっと短くてフリルになってて、このね、ちょうどね、サイドが長くて真ん中が短いんですよ。こうね、こうラウンド型になっていて、真っ黒のワンピースでロング丈のワンピースって重くなりがちなんですけど、多分ここがこうくれてることで素足が見えて、割とすっきり見えるんじゃないかなと思います。後ろがボタンになって着脱しやすくなってます。それでは後ほど着てみたいと思います。続いて月の購入品がこちらです。セーターとスカートですね。こっちがコントラストケーブルニットセーターです。サイズは 104cm で、価格が3990円が2590円で、素材はナイロンとレーヨンでできてます。もうベーシックなケーブル編みのセーターという感じです。結構生地肉厚で、ニットなんですけどナイロンとレーヨンだからかすごい柔らかいです。チクチク感とか全くないです。ただやっぱりどうしてもこの風合いがいい代わりに毛玉にはなりやすいと思うんですけど、まあお手入れは必須かなと思います。後ろはまたケーブルの編み方が変わります。めっちゃ可愛いです。可愛いよね、色味もちょっとエクリュっぽい感じ。一応ね、多分これね、男の子のボーイのところにあったんですよ。そうなんですよ。で結構ね、冬はね、ボーイのところでも可愛いね、ニットとかが、男の子の方がこういうシンプルなカラーがあるんですよ。だからぜひそっちも見てみてください。これすごい掘り出し物というか、あんまりこういうニットね、持ってないし、ユニクロとか GU とかではあんまりやっぱね、ないデザインなんですよね。そう、こういうのなんで、こうおしゃれ着に1枚今年、あと残り冬の季節にガシガシ着るのにいいなと思って買ったんですよね。なんでサイズも 104cm で、今ジャストで着れるサイズを買いました。そしてスカートの方がフリルチュールスカートです。価格が1990円が1290円になってました。素材がこのチュール部分がポリエステルで、中はコットンでできてます。サイズが 110cm です、これ以前もザラで同じようなの持ってて、それめっちゃお気に入りだったんだよね。そう、私自分もこういうチュールスカート好きで、こういうニットとの組み合わせとか、これだったら素材感的にもね、全然夏とかでも着れるんで、 T シャツに合わせてもすごい可愛いんですよ。なんでサイズ 110cm でちょっと大きめを購入しました、まあウエストゴムなんで、そこまで多分ね、下がるとかはないと思うんですよ。結構しっかりしたゴムです、このチュールのね、ボリューム感がいいんだよね、そう、かわいいの。この価格でね、意外にちゃんとしてて、でワンピースの下にね、こうパニエみたいな感じでね、ちょっと膨らみ持たせて着るのもいいし、ちょっとこうお出かけにも、ちょっときれいめな感じにも着れるしね、ブラウスとかと合わせたら、このチュールのスカートは何でもほんと重宝するんですよ。このセットも後ほど着せてみたいと思います。続いて僕の購入品がこちらです。ベルトコットンパンツです。価格が5990円が3990円になってました。カラーがブラックの、サイズは L サイズです。素材はコットン 97% にポリウレタンが 3% 入ってます。こちらも多分春夏物という感じだと思います。今年の今回3人ともお店に見に行って購入したんですけど、セール品結構あったけど、半分ぐらい春夏物だったよね。もうすでにね、多分春夏コロナだったじゃないですか。なのでその在庫が売ってやるような感じなのかなと僕は思ったんですけど、でもちょうど今からね、もう冬終わって春夏に着るのにいいかなと思って、僕いつも結構ザラのセールでパンツ買うことが多いんですけど、ザラのパンツ本当トレンドが絶妙に入ったパンツが多くて、この他にも結構いろいろいいのあったんですけど、まずはまだ値下げ率そんなに高くなかったんで、これも 30% オフぐらいだったんですけど、まだもうちょっと様子見ようかなと思って、まあ、とりあえずこの1つ購入したんですけど、これ素材感が、まあ、さっきの月ママのワンピースと似てるんですけど、結構張りがあってコットンなんですけど光沢があって、どっちかっていうと薄めで春夏っぽい感じなんですけど、中にヒートテックのパンツとか履いたら全然冬でも着れるかなと思います。特にナイロン系のアウターのボトムスとかに相性いいんじゃないかなと思います。あと後で履いてみますけど、シルエットがめちゃくちゃ良くて、でウエストゴムでイージーパンツになってて、こうナイロンのベルトがついててアウトドアチックな感じで、ポケットもサイド2つと後ろに1つずつついてます。あとこの他にもジョガーパンツとか、ちょっと丈短めのクロップドパンツとか、テーパード入ったスウェットとか、結構いい感じのパンツたくさんあって、だいたい 30% オフが多かったんで、ちょっと様子見てまた来年とかにさらに安くなって在庫残ってたら購入したいと思ってます。ということで一気に3人ともコーディネートしてみたいと思います。はーい、じゃあ着てみました。僕は身長 178cm の 70kg に L サイズです。月は3歳7ヶ月にトップスが 104cm でボトムス 110cm です。はい、私月ママが、身長 153cm でこのワンピースは L サイズを着用しています。はい、全体的なシルエットこんな感じですどうですか月ママ、かっこいいよねそのパンツ。めっちゃ履きやすいんですよ。履きやすいしシルエットがもう何よりめっちゃいいんですよ。ウエストゴムでめっちゃ履きやすいし、あえて極端に大きく L サイズをチョイスしました。ザラのパンツ結構おすすめだよね、セールで買うのさ。プロパーだと高いけどさ、3990円ぐらいになってると手出せるじゃん。そうそう、ねえ、本当にユニクロとか GU にはない、ちょっと洒落たデザイナーズブランド系のパロディしたようなパンツが結構あるのでいろいろ履き比べてみて、自分に合ったやつ探すのおすすめです。はい、そして私はいつもの感じですね。かわいい、ここの袖の感じがやっぱこの首があることでちょっと大人向けな、ちょっとクラシックな感じで、やっぱり前がね短いんだよね、ここがね。だから身長低い私にとってはすごく足さばきもいいし、なんかサンダルと履いた時も抜け感が出るし、またこれ買ってよかったわ。月パパにちょっと「またそれ」って言われたんですけどそう、またそれって言われたけど、自分の信念貫き通してよかったです。もうちょっと待っといてね。なのでちょっと寝かしとく必要がありますね、半袖なので。はい、で月子はかわいい、結構ざっくりな感じで、そう今はねこの黒のフリフリのね可愛らしいのと合わせてるけど、普通にさほらデニムとか、黒のスウェットとかと着ても可愛いし、ボトムスでねいろいろ変化楽しめるんで、やっぱこういうニットはねトレンド系のね、そうそう、もうユニクロとかにはないから、やっぱりほんとおしゃれ着に使えるような、そう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 、意外とね出かける時の服がないってなるんですよね。なんですこういう時にザラのセールとかでトレンド感のあるの買っとくといいなと思います。でこれ意外にこう首の高さがあったね、モックネックみたいな、ねえねえねえ、首まであったかそうで、ほんと素材感も柔らかいし着心地いいし、シャーこんな感じですということで、はい、ザラの冬のセールオンラインで見てみるのもいいですし、まあ、お店によっては本当在庫がいろいろ違ったりするので、とか取り扱ってる商品違ったりするので、今オンラインから店舗の在庫確認できたりもするんで、チェックしてみてもいいかもしれないです。はーい、ということでこのチャンネルでは月ファミリーおすすめのファッションアイテムやライフスタイルグッズご紹介してますので、よかったら YouTube やインスタでもコーディネートなどアップしてますので、よかったらチェックフォローお願いいたします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。